球のグリッド、自分をオンに。意識にも地球にもグリッド、網目がある。形、次元も意識で変わる。グリッドは点がつながってできるし、形から見れば交わったところが点だ。新世紀科学に見られる点のように、ネットワーク網に見られる点のように、交差点、交わったところに一人一人の意識があって、それらがつながっている。物理的に言うと、私がここにいて、あなたがそこにいる。世界中に張り巡らされたネット網でつながる。ひな形なんだ、世界の、意識の。あらゆるものがつながって、形が生まれ、人の意識が拡大すると、次元も拡大する。つながる形。美しい形を取り戻そうよ。いや、今までになかった美しい形を作るんだ。だから、あなたのスイッチもオンにしてほしいんだ。オンにするとは、例えば、自分の存在を認めて生きる。あなたの部分を光らせて、ネットワーク網はつながり、拡大し、形を成していく。自分の存在を認めて生きること。愛とも置き換えられて、自分の存在をオンにするイメージ。自分がオンになれば、世界は急速に拡大するし、消えてもまた、すぐに戻るんだ。自分がオンになれば、自分の意識も拡大して、消えてもまたすぐに戻るんだ。すなわち、何かにとらわれず、広い視野で世界を楽しめる。地球のグリッド、イコール、自分をオンにして世界を作る。私は最高の地球の形を見たいんだ。つながるあなたへ、愛をネット網で送ります。ありがとう。